大家好，我是西田隆治。8月に入ってロシアの保安庁が旧日本軍による対ソ連戦の準備に関する資料を公開したと報じられています。これはソ連で日本人戦犯を裁いたハバロフスク裁判でも取り上げられた資料です。731部隊の最近戦犯罪は東京裁判では免責されましたので、最初に追及したのは1949年のハバロフスク裁判でした。当裁判での最近戦犯罪の公判資料が公開されると、捕虜を生きたまま解剖や実験の材料にするなど残虐極まりない戦争犯罪が行われたことが明らかになり、世界に大きな衝撃を与えました。今回公表された資料を既存の資料と照らし合わせることで、歴史の闇に埋もれていた新たな事実がさらに明らかになることが期待されます。また公文書だけではなく、この30年余りにわたって多くの研究者や民間人が取り組んできた資料調査やインタビューからも、東京裁判で追及されなかった731部隊に関する事実を知ることができます。1980年代初期に作家の森村誠一が著した悪魔の飽食シリーズがベストセラーとなり、731部隊の知られざる歴史の蓋が開かれるきっかけとなりました。その後、松村隆夫、常石圭一ら歴史研究者が限られた資料に基づいた実態解明に取り組み、一連の研究成果を発表してきました。松村は資料面での貢献も大きく、90年代初めに関連する原資料の復刻出版に携わり、さらにアメリカに提供された731部隊のデータをアメリカ現地でも収集しています。また中国の歴史家海学士との共同調査研究も長年続け、中国各地での細菌戦被害の実態解明にも取り組みました。日本政府がいかに後ろ向きの姿勢で隠蔽さえしようとしても、その残虐で非人道的な犯罪の解明が着実に進められてきました。しかし、こうした史実に関心を有する市民は極めて少数です。旧日本軍が過去に犯した悪魔の所業が国民的なトラウマになることはありませんでした。ナチスによるユダヤ人大虐殺がドイツにとって空前絶後のホロコーストとして記憶され、今も国家や社会全体で対峙し続けていることを考えれば、極めて対照的と言えます。シェシェ。